はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃介です。今週末 UHF CB オンエアミーティング開催ということで、お知らせ動画です。はい、ということで今週末3月17日は第64回UHF CB オンエアミーティングの開催日となっております。今月もみんなで特定省電力トランシーバーを楽しみましょうということで、この前の桃介に騙された動画でも話したんですけど、こう更新できねえじゃねえかっていうね、クレームよくあるわけなんですよ。で、特にね、一番その更新できないだろうっていうのが特定省電力トランシーバーなんですよね。ライセンスフリー無線の中で一番トランシーバーの価格が安くて手に入れやすいのが特定省電力トランシーバーなんですけども、だからこう入門にいいかなと思いきや、逆に一番更新が難しいのが特定省電力トランシーバーでもあるんですね。やっぱりね、10ミリワット 0.01 ワットっていう出力はかなり弱いので、まあなんか家の中からやってつながりますかって、ね、言われたら、その家の中から電波が飛ぶ範囲でその瞬間に相手が聞いてて CQ に応答してくれるって確率少ないし、デジカンとかだと家とか車でも聞いてる人いるんだけど、特殊って本当もうハンディキーしか基本はないので、その瞬間に移動運用しててくれないとつながらないんですよね。なので、まあ東京とかね、大阪とか関東エリア、関西エリアみたいなところだとしても、でちゃんと日曜日の昼の晴れた日にすごく見晴らしのいいところで運用しても、応答絶対あるかって言われると厳しいと思うんだよね。デジカンだったら関東関西で晴れた日曜日の昼間にこうロケーションのいいところ、見晴らしのいいところで運用したら、まあほぼほぼ 95% ぐらい応答あるでしょうって言えるんだけど、特徴だとね、いやそれだけ条件整えて、人多いところ、時間帯日曜日の昼間です、天気もいいですとかって、でロケーションもいいですとかって整えても、どうかな、更新できる確率半分いってるのかなみたいなね、感じだと思うんですよね。なので手軽に手に入るトランシーバーの特徴をせっかくなので更新の機会作ってほしいということで、この UHF CB オンエアミーティングっていうイベントをね、開催しているわけでございます。はい、でこのイベント、冬場、毎年11月から春の4月までのイベントですので、もう今シーズンあと3月4月2回残すのみですので、まあちょうどね、暖かくなってくるところで参加しやすい時期になってくると思いますから、ぜひこの機会に特徴で運用していただければと思います。僕らの住んでる中部地区、東海エリアだけではなくて、関東でも関西でも東北でも北海道でも、北陸でもね、西日本のどこでもみんなで特徴で運用しましょうよという日でございますので、うちの住んでるところではあんまり音ないかなってところでもね、ダメ元でぜひ、天気良ければ参加していただいて、更新のねチャレンジをしていただければと思います。すごいね、田舎だとしても、たまたまその日にね、1人運用する人がいて、もう1人ね運用しようっていう人がいれば、1個ね更新生まれますから。僕もね、特賞初めてやった時、新潟に住んでた時なんですけど、やっぱね3、40キロだったんですけど、特賞で知らない人とつながったのめっちゃ感動したっすからね。はい、本当一曲でもね、やっぱね貴重な体験になると思いますよ。で、まあみんなで勝手にやってよっていうだけでは、ちょっとあれなので、東海エリアでは、参加局を把握したり情報交換をするために、チェックインタイム、ロールコール形式のイベントの時間を設けております。今回のキー局は愛知 HA580 局が三重県いなべ市の石暮峠から、キー局運用を行います。時間は11時からとなっておりますので、これもぜひね狙ってみてください。この石暮峠っていう場所、高さ的には690メートルぐらいあって、目の前にね
伊勢湾が見えてるすごくいいロケーションではあるんですけど、あの開けてる方向がね東と西だけで北と南が開けてないんですよ。だからね、なんだろう、その石暮峠地図で見てもらってどっち方向に開けてるかなって考えてもらって、そのね開けてる範囲内に行かないと多分ね、あの狙えないと思うんですね。例えば僕あのノービヘアでも大垣とかからだと多分養老の山とかが邪魔になって更新できないと思うんで、あの開けてる結構ロケーションいいところなんだけど、狙うのがそれなりに、難易度高いってことじゃないかな、方角を選びますんで、地図とにらめっこしてね、どこから狙うべきか皆さん考えながらやってみていただければと思います。そして今回も連動開催ということで、関東エリアの山岳ロールコール、瀬戸内エリアの広島湾特徴ロールコール、そして九州の UHFCB オンエアミーティング in 九州、こちらも同日連動開催となっておりますので、そちらの方のイベントもぜひ参加してみてください。今回も九州からねまた特徴での伝言ゲームもあると思いますので、それもね楽しみにしてくださいね。石暮峠西日本から入ってくる、直接入ってくる可能性あるんじゃないかな。はい、そんなロケーションだと思います。はい、ということで今週末3月17日は UHFCB オンエアミーティングの開催日となっておりますので、特定省電力トランシーバー用意して電池新品入れて、はい、ぜひ参加してみてください。僕はどうしようかな、前回前々回はねスキー場だったんですけど、まあ石暮峠はちょっとスキー場から狙うとか厳しいと思うんで、でしかもねあの僕の住んでるところの周りからも厳しいと思うんで、ちょっとどこにね移動して運用しようか、これから Google マップとにらめっこしながらね、はい、考えたいと思います。どこに運用しようかな、ここなら繋がるのかなみたいなことを考える時間も楽しいですよね。はい、それも含めてねあの移動運用の楽しみじゃないかなというふうに思います。ぜひ参加してください。この動画が役に立ったという方は高評価ボタンを押していただけると、モモスケの動画作りのモチベーションアップにつながりますし、そして一人でも多くの方にこの動画ね、UHSCB OM ミーティングの情報伝わるように、ぜひ皆さんの SNS でもシェアしてください。以上、モモスケでした。バイバイ。